山崎豊子、山崎豊子、山崎と横、1924年、大正13年に1月2日から2013年、平成25年9月29日は、日本の小説家、本名、杉本豊子。大阪府大阪市南区、現、中央区、船場出身。実家は、老舗昆布屋の小倉屋山本。1936年、昭和11年。 旧姓大阪市、足池神城小学校、現、大阪市立南小学校卒業。1941年、昭和16年、旧姓総合高等女学校、現、総合中学校、高等学校卒業。1944年、昭和19年、旧姓京都女子専門学校、現、京都女子大学国文学科卒業。旧制女性を卒業後、 毎日新聞社に入社した。大阪本社調査部を経て1945年、昭和20年学芸部に勤務し、学芸副部長、当時、井上康氏の下で記者としての訓練を受けた。勤務の傍ら小説を書き始め、1957年、昭和32年に、聖火のコンブ屋をモデルに、親子二代の船場商人を、主人公とした、のれんを刊行して、サッカーデビュー。 出版後すぐに映画、ドラマ化され人気を博した。翌年吉本工業を創業した吉本聖をモデルに大阪人の知恵と才覚を描いた花の恋により第39回直木賞受賞。新聞社を退職して作家生活に入った。初期の作品は船場など大阪の風俗に密着した小説が多く、その頂点が旅問屋の息子の宝刀。 成長を通して、小根たくましく生き抜く、大阪商人の典型を描いた、盆地であり、市川雷蔵主演により、映画化された。1961年、昭和36年、女の勲章を取材中に、元同僚と結婚。1963年、昭和38年より連載を始めた、白い巨頭は、大学病院の現実を描いた鋭い社会性で、話題を呼び、 タミヤ二郎主演で映画化されたほか、数回にわたり、テレビドラマ化された。これも大阪大学医学部がモデルとなっており、大阪の風俗が作品への味付けとなっている。神戸銀行、現、三井住友銀行をモデルとした、経済小説、華麗なる一族も、サブリシンの主演で映画化され、さらに二度にわたり、テレビドラマ化された。その後、テーマ設定を大阪から話し、 戦争の非人間性など社会問題一般に広げていった。不毛地帯、二つの祖国、大地の子の戦争三部作の後、日本航空車内の腐敗や日本航空123便墜落事故を扱った静まる太陽を発表した。1991年、平成3年、菊池博士賞受賞。1993年、 平成5年大地の子などの印税をもとに、山崎豊子文化財団を設立し、日本に帰国した中国残留孤児の子供の学士を援助した。最近では、文芸春秋2005年、平成17年1月号から2009年、平成21年2月号まで、西山事件をモデルとした、運命の人を連載した。新潮社で、静まぬ太陽までの作品を収めた。 山崎と横全集、全23巻が刊行され、2005年、平成17年に完結。2009年、平成21年、運命の人で、毎日出版文化賞特別賞受賞。第一の子で引退を考えたが、芸能人には、引退があるが、芸術家にはない。書きながら、棺に入るのが作家だと、新潮社の斎藤11に言われ、執筆活動を継続した。 2013年8月より、週刊新潮にて新作、約束の海の連載を開始していたが、第1部、20話を書き上げた後に、体調不良となり、堺市内の病院に緊急入院し、2013年9月29日に、呼吸不全のため死去。葬儀は10月1日、堺市内の自宅で営まれた。個人の意思により、密葬形式が取られ、 親族と出版社の関係者ら約四十人が参列。著名人の姿はなかった。戒名は、松久新寺すだれ、緑豊大師。2015年に、旧宅で1945年1月から3月にかけて書かれた日記が見つかった。また、青年月日について1924年11月3日で、あるとされていたが、山崎豊子文化財団から戸籍上は、 同年1月2日であると発された。2015年9月25日より追悼展、追悼、山崎豊子展不屈の取材、情熱の作家人生が、東京、日本橋高島屋、10月5日まで、お川切りに、横浜、京都、大阪の高島屋各店で2016年2月まで、開催され。2016年7月に、墓所は、 当時時、大阪市天王寺区幾多町であることが公表された。また、没後三年となる、この年から山崎豊子文化財団が、明日、9月29日を、豊子記、と、横記と名付け、ファンへの恩返しのために募書が、同年10月2日まで、一般公開された。日本のバルザックと呼ぶファンがいる一方、参考とした資料をほとんど客色せず、 作品に反映させたため、盗作との指摘を資料の執筆者から何度も受けている。1968年、昭和43年、婦人公論に連載中だった長編小説、花園の一部分が、レマルクの外旋門に告示していることを指摘されている。山崎は、秘書が資料を集めた際に起こった手違いであると弁明したが、その後さらに、芹沢孝次郎、 パリ夫人や中川余一、天の夕顔からの登用も判明したため日本、文芸家協会から脱退した、1969に再入会。さらに、婦人公論の編集長が辞任。1973年には、サンデー毎日連載中の、不毛地帯において、今井源氏、シベリアの歌からの登用があるとして、問題となった。1987年から、 文芸春秋で連載された大地の子をめぐっては、遠藤誉れ、当時筑波大学教授から、次女、ご、チャーズ、出口なき大地に告示しているとして、訴訟にまで発展した裁判では、藤野主張は認められなかった。大地の子の編集者によると、山崎は、長編に6から7年かかるが、失敗したら6から7年が、パー、ゼロや、とおせ加弁で言ったが、 長編に取り掛かると短編も書かない。エッセイも大地の子関連しかしない。対談も講演もしない。前作を超えるものを自分に課していた。そのために取材し、イマジネーションと取材した事実を往復することで、イマジネーションを超える事実に行き着いた。主要作品の大半が映画化及びドラマ化されている。現時点で一度も映像化されていないのは、中。 短編小説では、死亡記事、ムッシュクラタ、ヘンネシ、ブオトコ、ハレギ、長編小説では、仮想集団、約束の海である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。